CD-R, CD-R CD はデータを書き込みできるコンパクトディスクの一つである。一度書き込まれたデータは書き換えも消去もできないが、容量の許す限り追記が可能であり、このことから追記型ワームメディアと呼ばれる。ザッツブランドの太陽誘電が1988年に開発して、1989年6月より販売開始。 1990年に企画書オレンジブックパート2に規定された。CDR とはもともとは太陽有電内の車内用コードネームであった。記録できる CD としては CD のライセンサーであるソニーとフィリップスが開発した1987年にブルーブックに規定の CD を1988年にオレンジブックパート I に規定された CD。 MO 型が共に普及せず、1989年に太陽有電から発売された CD-R が記録型 CD として一般に普及した。1995年頃にはすでにパソコンに CD-ROM ドライブがほぼ標準搭載されるようになっており、Windows95 のような大容量のシステムも容易にインストールできる環境が整っていた。その翌年の1996年から CD。 R は急成長した。ドライブ価格は40万円、メディアが1枚5000円したのが、1996年初頭には、ドライブは10万円を切るようになりメディアは1枚1000円と低価格化。さらに1999年頃からは、台湾メーカーによるメディアの価格破壊もあり、急速に普及していった。在来の記録済み CD が、アルミニウム製の白膜に、ピットと呼ばれる微小な凹みを設けて、 光の反射の度合いの変化でデータを読み取るが、これに対して CDR では金属白膜に塗布された有機色素の有無で反射の度合いを変化させる。記録時には強い赤外線レーザー光、波長780ナノメートルの照射による熱で、この膜を焼き切って反射層へ直接透過する点を発生させ、これをピットに相当させる。 このためデータの記録は非可逆的となり、一度書き込まれた情報の消去ができない。反射率の変化は在来の記録済み CD にほぼ匹敵しており、一般の CD 読み出し装置での使用が可能となっている。しかし、音楽用途では古い CD プレイヤーや反射光を読み込む性能が低いレンズを使いしているプレイヤーでは、一部の CD、R を読み出せない事例や、 再生不良を起こす事例も多数報告されており注意が必要である。反射層の材質として金、白金、銀が使われている。記憶容量はオレンジブックの規格上では最大で 700MB であるが 700MB を超えて記録できる CD、R メディアや対応ドライブライティングソフトが各社から発売されたため2003年に フィリップスが 700MB を超える CD-R の規格についてのガイドライン1.0を策定した。書き込み速度は初期1999年頃には10倍速、1倍速から4倍速であったが徐々に向上し2001年頃には8から16倍速、2003年頃には52倍速程度まで実用化された。この速度競争には 1994年にソニー、ヤマハ、太陽有電など数社がオレンジ研究会なる部会を立ち上げ、製造段階でディスクに識別符号割り振り各々の互換性を保証するライトストラジーを制定したことが影響している。フィリップスはオレンジブックに準拠する立場から反対した。1990年に初めて CD、R ドライブが商品化された。また、 1996年のオレンジブックパート3の規定によって1997年に CD-RW が商品化されると CD-R、RW 両対応製品が多くなった低価格化とともに普及が進み読み込み書き込み速度の高速化が進んだ1996年には DVD が製品化されたが初期の DVD プレイヤーや DVD ロムドライブは CD-R の再生に非対応だった。CD-R、RW ドライブと DVD r o m ドライブは別個に普及を進めてきたが、2000年に DVD r o m 読み込みと CD-R、RW 書き込みに対応した、いわゆるコンボドライブが登場。以降はコンボドライブが主流になっていく。さらに2002年以降から DVD 系メディア等の書き込みにも対応した。 スーパーマルチドライブやハイパーマルチドライブが登場し、現在に至る。1998年には音楽専用の CD-R、RW レコーダーが発売された。データ用の CD-R、RW は使用できず、指摘録音保証金が上乗せされた、音楽専用メディアを使う必要がある。一般向けにはミニディスクほど普及しなかったが、 アナログレコードのデジタル化やデジタル放送の録音等、ダットデッキの代わりとして使用されることも多い。近年では低価格化も進みプロ及びオーディオ愛好家向けに生産されている。CD-R を使った音楽 CD の指摘複製やオリジナルのコンピレーション CD の作成などが一般的になると、レーベル面にインクジェットプリンタで印刷ができるプリンタブルメディアの需要が高まった。 家庭用インクジェットプリンタの多くは CD-R のレーベル面印刷に対応している。メディアのサイズが同じため DVD-R、BD-R 等にも対応可能。2000年代半ばになると複数の記録型 DVD 規格に対応した DVD マルチドライブが一般的になる。これらの製品はほぼ例外なく CD-R、RW の書き込みにも対応している。 記録型ブルーレイディスク HDDVD ドライブも同様である。DVD、R メディアの値下がりが続き CDR よりも割安になったり、データの受け渡し用にメモリーカードや USB メモリの利用が一般的になったためデータ記録用途において CDR は一定の役割をしまえと言える。しかしその一方で音楽 CD の作成用途としては依然として需要がある。 データ用も音楽用も同じ材質ではあるので記録する音質やビットレートに気にしない限り問題なく利用できる。これは DVD-R、DVD-RW DVD にも言える。オレンジブックに規定されている一般的な CD-R で容量は 12cm のディスクで最大 700MB、80分、8cm のディスクで 210MB、24分である。 650MB、74分、8cm では 185MB、21分と 700MB、80分、8cm では 210MB、24分が主流で、以前は 550MB、63分、8cm のディスクでは 156MB のメディアもあったが、現在では一部の音楽愛好家が使用するのみで、ほとんど使われなくなった。 1980年代は、主に74分 CD であったが、1990年代から80分、CD が出回るようになった。オレンジブック規格外の700メガバイトを超えるメディア、流通しているものでは、最大870メガバイトも存在しているが、ティップのアドレスに矛盾が生じるため正しく読み書き、できないドライブも多く存在する。2003年に、 フィリップスがこれらのガイドライン、ハイキャパシティレコーダブルディスクを策定している。2019年現在90分ディスクはごく一部の市販 CD に採用されつつあるが、ドライブの読み書きの問題から未だに難色を示す、レーベルは多い。99分ディスクを使用したレーベルはまだ、現れていない。このため、100分という都合の悪い収録時間だと、CD を2枚組みにしなければならず。 CD 出現初期からこの問題は解決していない。音楽専用 CDR、RW レコーダー用のメディアでデータ用との違いは判別信号が記録されており、レコーダー側で識別できるようになっていること、音楽用のデータ用の流用はできるが、この逆はできないとして記録音保証金が上乗せされていることである。多くの CD プレイヤーの時間表示は、 そもそも100分以上を想定していないため、表示限界までの99分59秒が CD 容量の限界として認識されたと考えられる。かつては W 電子 TCDR1-3GB で120分を詰め込むことも考えられていたが、全く普及しなかった。HCRD とも呼ばれる規格で80分を超える CDR についてのガイドラインを策定したもので、 ある。最大容量は 12cm のディスクで98分29秒74フレーム、8cm のディスクで30分の記録が可能となっている。ただし、オレンジブックには準拠しておらず、CD-R のロゴは使用されていない。読み書きできる機器、ライティングソフトなどは依然として限られている。8-2-14モジュレーションが定めた。 規格最大容量は97分26秒である。CD-R はポリカーボネート製基板、記録層、反射膜層、保護層、レーベル層の順に層で構成されている。サンドイッチ状に基板に挟まれた従来の CD と違い、記録層を表板に貼り付けただけの構造になっており、表面が傷つけば記録層も剥がれ落ちる。そのため、 表面に文字を書き込む際には、鉛筆やボールペンなどの先の尖った筆記用具は使用できず、先が柔らかくて尖っていない油性マジックやサインペンなどで書き込むよう注意が必要である。CDR への記録方式はディスクアットワンス方式とインクリメンタルライト方式とに対別される。実際の操作は使用するライティングソフトによって異なる。 ディスクアットワンス方式によると、古いドライブやパソコン以外の機器との互換性は高くなる一方、未使用領域への追加的利用には対応できない。セッションアットワンス方式やトラックアットワンス方式、パケットライト方式のようなインクリメンタル方式によると、古いドライブやパソコン以外の機器との互換性は低くなる一方、未使用領域への追加的利用には対応可能となる。 ただし、クローズ情報を記録、ファイナライズした場合には、未使用領域への追加的利用には対応できないこととなる。バッファーアンダーランとは、CDR への記録中に、記録装置へデータの転送が途切れ、記録用バッファー内のデータが必要量を下回ってしまう現象である。発生すると、書き込みは失敗し、そのディスクは不良ディスクとなってしまう。メディアへの記録中に、 コンピュータの負荷が増大した際に発生しやすく、特にドライブの記録速度が向上するのに伴って、発生率が上昇し、問題となった。記録速度が8倍速以上の CD、R、ハイスピードの記載があるが登場した2000年頃、バッファーアンダーランが発生することによる書き込みの失敗、バッファーアンダーランエラーを回避するのを思ったドライブが開発された。 書き込みソフトウェアと連携し、記録中にドライブへのデータ転送が停滞した際に、ディスクへの記録を一時的に中断し、その後データ転送が復旧したらその位置から記録を再開するもので、三用電気のバーンプルーフ、バーンプルーフや、コーのジャストリンク、ジャストリンク、ライトンのスマートバーン、スマートバーンといったものが知られている。これらは、 その後多くのコンピュータ向け記録装置や書き込みソフトウェアに採用され、ドライブバッファの大容量化やコンピュータの性能向上などと共に書き込み不良の減少に寄与している。高速20倍速が目安で書き込みを行う場合は、同じ速度を維持しながら書き込む制御を行うドライブと、ディスク内周部を低速、外周部を高速と、 ディスクの回転数を変えて書き込む制御を行ドライブが存在する。後者の制御を行う場合に速度変更を行う。次目部分では一時的に書き込み動作が停止するが、書き込み動作の停止、再開にバッファンダーランエラー回避技術が応用れている。これにより現在の超高速書き込みが実現された。なお、バッファンダーランエラー回避技術は DVD。 R ドライブでは、使用で、必須の機能となっている。これらの機能が作動すると、ディスク上のピットパターンに、微妙な不連続が生じる。CD-R は、デジタル記録であるためデータに異常が出ることはなく、不連続の大きさ自体も、技術発展によって最小にとどめられるようになった。しかし、音楽 CD を作成した場合、この不連続が、音質の劣化につながるという主張もある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。